先ほどトランプ大統領と電話による日米首脳会談を行いました。米中首脳会談直後という大変慌ただしい中ではありましたが、約45分にわたってシリアについて、また北朝鮮について率直な意見交換を行うことができました。私からはトランプ大統領がまさに同盟国、そしてあるいは世界の平和と安全のために強いコミットメントをしていることに対して高く評価をいたしました。そしてまた北朝鮮についてはですね、中国の対応を大変注目をしている。そして日米が協力して対応していくことが重要だと、緊密に連携をしていくことが重要だということ、また日米韓の結束が重要だということについて完全に一致をしています。以上であります。ありがとうございました。